それではですね、4月実施の高校3年生対象の夏の学習セミナーの方を進めていきたいと思います。で、まあ、共通テストの、ねまあ、メインの話に関しては別の、ね、共通テスト対策セミナーの方でお話ししてますので、それ以外の部分をですねこのセミナーの中でお話ししていこうと思っています。どちらかというと、まあ、二次試験寄りの話になってくるかなというふうに思っていますので、またね、各教科のお話に関しても、そのあたりをですね、しっかりと踏まえながら聞いていただければというふうに思います。はい。じゃあ、最初にですね、皆さんに確認しておきましょうと。今取り組んでいる学習を大切にしていますかということですね。要は、今学校で、まあね、たくさんの課題を与えられているかもしれませんし、ね、いろんなね、まあ、ものを、まあ、解かなければいけない、見なければいけない、受けなければいけない、大変だと思います。ただ、今与えられているもの、今取り組んでいるものをですね、しっかりとやってますかということからまずスタートしたいと思います。なぜかというと、まあね、現役で、まあね、大学に行こうと思ったときに、もうね、今7月ですよね。7、8、9、10、11、12、1。もうあと7ヶ月ですね。で、まあ、共通テストが始まるということになります。もう7ヶ月もないんですよね。なので、あと約、まあ、半年とちょっと。で、そこを頑張れるかどうか、我慢できるかどうか、そこで、まあね、さらに1年増えるかどうか決まってしまうみたいなことになってしまうので、やっぱり今取り組んでいる学習っていうものをいかに大切に、もうこの問題はもうね、もう今後解くことがないんだぐらいの気持ちでやってますかっていうところですね。で、そうしている人だと当然今の自分の課題ですね、出てきてると思います。じゃあその課題をいつまでにやるんですかっていうところを自問自答しないといけないですよね。そしてそれを夏休み中なのか、夏休み明けなのか、それか最終的に多くの模試がある11月、ここを目標にしているんですかっていうようなところで、ちゃんと目標設定できてますかっていうところまでを今決めておかないといけない時期ですし、私自身は生徒と面談している時には、こういったところを要は自分の口で言ってもらう、もしくはお父さんお母さんの前で言ってもらうみたいなことをするような時期であるっていうことをまずね覚えておいてほしいんです。はい。で、入試の変更点、まあここもね実はまあすでに公表しているものっていうのは、まあ、細かな部分というよりは大きな、まあ、変更なんですよね。で、当然これ以外のものも当然ありますよ、あるんですけども、ちょっと関西圏に絞ってね、何個かピックアップしてます。で、まあそういったものをしっかりとですね確認しておいていただくことと、まあ、共通テスト対策セミナーの方でお話ししているように、共通テストのまあ試験日程がどういうふうになるのかとか、その後の成績がですね各大学にいつぐらい届くのか、こういったことによってさまざまなですね要項が変わってくるので、まあ、そのあたりの話はまあそっちで見ていただいたらいいんですけれども、それ以外の部分でのね、まあ、変更点に関してはしっかりと確認しておいてほしいということと、最新の要項っていうのがもうすぐね高校率も出ますので、このあたりをしっかりとチェックしておいていただきたいと思います。まあ、事前に、ね、出ているもので私がちょっと気になったところはこんなところなので、こういうところを載せてますけれども、当然これ以外にも自分自身が、ね、受けようと思っている大学に関してはしっかりとチェックをしておいてほしいなというふうに思います。はい。で、まあ、入試に、まあ差し迫っているというか、ね、まあ、時期が近づいてきているんですけれども、さっき言ったようにあと 6ヶ月のね。で、その中で、まあ、一般入試、私立の一般入試と私立の共通テスト利用併用入試ですね、こういったところに関してはおさらいしておきましょう。で、当然のことながらこれから模試を受ける中で、まあね、共通テスト利用方式とかを、まあ、模試の中に、ね、書く人も当然出てくると思いますから、そういったところもちゃんと、ね、チェックできるようにしておいてください。はい。で、一般入試は学部個別、全学部入試なので、まあ、大学会場に行って受けてもらう試験ですよね。で、マークシート、関西の場合はマークシートが多いですけども、記述のところもありますよね。で、共通テスト利用入試は、まあ、共通テスト利用のみの入試であれば、出願のみなので受けに行かなくてもいいですけれども、共通テストが実施される前出願というのが多いですから、自分自身の結果がどうなるか分からずに出願するというケースになってきますよね。で、併願の場合、はセンター、共通テスト利用入試の前出願もありますし、後出願のところもありますよね。なので、後出願の場合は自分の結果を見てから出願できるという方式ですよね。で、その場合は、まあね、特定の科目は、まあ、共通テストの結果を使い、学科試験を1科目、もしくは2科目受けに行くという方式です。当然、共通テスト利用でも、まあ、共通テスト利用後出願というのはあるんですけれども、どちらかというと中期日程、後期日程になってくるので、まあね、高校率の結果と同じぐらいのタイミングに返ってくるような入試になってくるかなというふうなイメージになります。はい。
で国公立の場合は、まあ、当然ね皆さんお分かりのように、まあ、大学入学共通テストと学部個別大学の、まあ、大学別試験二次試験ですよね。これの、まあ、合体した合計点の高い人から合格が決まっていくというところですけれども、大学によってはですね入試方式が複数パターンになっているようなところもありますよね。なのでそういったところも含めてちゃんと検討しておいてください。で大学によって共通テストと大学別試験の配点比率が異なる点に注意、これもですね、まあ、ちょっとざっとなってますけども、まあ、見ておいてください。でこれ大阪大学の文学部と大阪、あ、ごめんなさい、神戸大学の文学部を比較すると、まあ、大阪大学の文学部は全ての科目の配点が50点の250点という形になってますね。ただ神戸大学の文学部の場合ですと国語100点、地歴100点、外国語100点という形になっています。で数学と理科が75、文系科目がまあ基本的には100点で、理系科目がまあ75点という配分になっていますので、まあね、自分自身が得意としているものがうまく活かされるのはどっちかみたいなことも最終的にはね、共通テストが終わった後にはちゃんと考えてもらわなければいけないので、自分が受ける可能性がある大学に関してはこういったところをちゃんとチェックしておきましょう。はい。で次、後期試験ですね。国公立の後期試験では、まあ、前期に比べて、前中期に比べて、まあ、共通テストの結果のみ、もしくは共通テストプラス小論文、共通テストプラス1科目、共通テストプラス面接みたいな形の形式が多くなってくるので、どうしても共通テストの方の配点が高くなる傾向にあります。で、まあ、例としては大阪市立大学、まあ、私立大学の、商学部なんですけれども、前期では共通テスト500点で個別選抜が500点に対して後期試験というのは共通テスト600点のみになってしまいます。なので二次試験は全くありませんのでもう出したら終わりという形ですね、というような出願になります。で定員はまあ前期の方が後期よりも多いという大学がほとんどですので、このあたりも、ね、しっかりと認識しておいてください。でまあ、共通テストのまあ、ね、備えて、まあ、テストとか、まあ、マークの記述とか、まあ、いろいろな、ね、試験を受けられると思うんですよね。模試を受けられると思うんですけども、まず今絶対できておかなければいけないことは基礎力の徹底です。ここがまあおろそかになっていると、これからね、まあ、どんな発展も難しいと思います。やっぱりねコアになる、まあ、部分、何の科目でもそうですが、コアになるものがしっかりとできていないと、そこから発生させるってことができないんですね、いびつな形だと。なのでこういうところはしっかりと押さえておいていただきたいということと、初見問題が共通テストにおいては増えますので、できるだけたくさんの模試に参加してですね、こういうところを、まあ対策してほしいなということ、合わせて試験時間ですね、読むという問題が増えますので、増える予定ですので、こういうところに対しても模試に積極的に参加をしてですね、時間配分とかを徹底的に訓練してほしいというふうに思います。はい。でこれもおさらいになりますけれども、共通テスト、皆さんが受験するときの共通テストの日程ですね。で、まあ、1つ目、まあ、これが一番ベースになりますけども、1月の16日と17日ですね。で、もう1つ、まあ、追加で、まあ、発生した1月30日と31日、これに関しては、まあ、2番、ここ、下線書いてますけども、この、校長が認めたものだけが、この2つの日程から選択できるという形式になっています。ですので、このあたりに関しては、まあ、追試験と合わせて、まあね、各自確認していただければ分かるかなというところですので、これは、ね、共通テストの方で詳しく、まあ、セミナーの方で伝えてますので、まあ、これを読むだけということになります。はい。で、まあ、全国の平均点を、まあ、50% から 55% で、まあ、文科省は予想しているというところですね。で、ここに関しても、文科省がそういうふうに発表しているわけであって、大学入試センターがそういう発表しているわけではないというところは覚えておいてください。これもね、共通テストセミナーの方で説明しています。まあ、大体ね、センター試験が60から 65% だったので、そのあたりに、まあね、このちょうど、まあ、50から65、まあ、ちょっとかなり幅広いですけども、まあ、そのあたりの中間ぐらいになってくるんじゃないかなぐらいに覚えておいてくれたらいいかなというふうに思います。はい。で、次、ですね、まあ、出願の、共通テストの出願のスケジュール。出願のスケジュール。言えたらですね。で、受験案内の配布が9月の1日からの予定です。で出願が9月の28日から10月の8日で、確認はがきが届くのが10月下旬ま で、受験票が届くのが12月の中旬までという流れですね。はい。で次、未確定の、まあ、入試スケジュールですね。前中後期試験の入試の出願期間、これが従来は2月の3日まで、1月の25日から2月の3日までです。で大学入学共通テストを課す推薦入試、学校別推薦型ですよね、とあと総合型入試ですね、この2つの合格発表日が、
当初は2月の10日までだったんですけれども、今回その2月の成績提供が2月の8日予定になっているので、ちょっとねこれが伸びてしまうんじゃないかというところが今懸念事項ですけども、これまだ確定していない部分になっているということは覚えておいてください。はい、である私立大学との話っていうところなんですけども、これは何かっていうと、私自身がある大学のね、私立の入試課の方とお話ししている時のことなんだけども、大学入学共通テストですね、これが、日程、今こういう状況ですよね。で、それに加えてちょっと問題が、ね、難しくなるとかいろいろありますよね。で、学部の独自入試でそれぞれの部止まり、これはちょっと難しい言葉なんですけども、普通に大学って私立なんで受けるとね、当然合格者のうち何割かは国公立とか他の、ね、大学とかの要は併願をしているので、そっち行っちゃいますよね。で、それをある程度大学自体予測してるんですね。で、それで合格者を出しているという状況なんです。ただそれと合わせて、そこで大体人数を考えた上で中高期の入試の、ね、合格者も出しているんですけれども、当然他の大学の状況とかを見ながらそれを決めていくんですね。で、共通テストの成績提供が今回遅れてしまうというふうにも言われてしまっているので、合格発表遅れてしまうとこれ決めれないんですよね。共通テスト利用入試の合格者を決めにくくなってしまうということになってきます。そうすると中高期の出願にも影響してくるんですよね。ってなってきます。でも大学っていうのは定員厳格化を守ってる大学が今ほとんどなんですね。1点何倍の 1.14 倍とか 1.1 倍とか守ってるんですよね。で、それを守ろうとすると、ここ数年では、例えばセンター試験が優しかったりとか、極端に難しくなったりすると、かなりの生徒がですね、出たり入ったりを繰り返すんですね。で、そのためにここ2、3年はずっと3月末にですね、追加合格者というのをどんどん各、カンカン同率とかでも出してたというのが実情なんですよね。そうするとこのね、2月の前期の共通テスト利用というものが、どういうふうにその成績が出るか、成績出る時期自体もまだ不明という状況になっているので、ここでたくさん合格者を要はね、ぶどまりを決めてしまうよりも、もうズバッと切ってしまって、普通の一般入試の方をぶどまり考えてたくさん出す方がいいんじゃないかなっていう話をちょっと聞きました。なのでこれは参考ですけどね、こういうことを考えているっていう状況にもなっているということです。要は共通テスト利用よりも学科の方に来てくれた子をたくさん合格させた方が大学としては要は放出率が少なくて済むんじゃないかなみたいな議論とかが行われたりもすると。この話していいかどうかちょっとわからないんですけどね、そういうこともちょっと聞いた話をちょっと載せてます。はい、で、共通テストのおさらいです。で、その中で、英語のね、リスニングとリーディング、この部分に関してももう一回ね、ちゃんと確認をしておいてください。で、これもね、共通テストセミナーの中で細かく説明していますけれども、どういう大学が配点比率にするのか、リーディングとリスニングをどういう比率にするのかっていうところはちゃんと押さえておいてください。で、その中でね、自分が英語が得意なのかどうかとかも含めて、リスニングが得意かどうかも含めて、大学のね、配点も含めて、傾斜もちゃんと含めた上で、ちゃんと考えていかなければいけないですよというところです。で、そういうところをね、どういうふうに対策していくべきなのかっていうのは、セミナーの中でね、英語の先生が話していくことになりますので、そちらの方でちゃんとチェックをしておいていただきたいなというふうに思います。はい。で、あとね、もう一つが書くことの訓練。これは記述がね、数学と国語の記述がなくなったから、ちょっとね、意識がちょっと遠のいてるかもしれませんけれども、国公立の受験においては記述回答っていうのがもう基本ですので、そういったところはね、しっかりと押さえておいてほしいなと思いますし、例えば大阪とか岡山のね、薬学部とかは小論文っていうのが二次試験に追加されていますので、こういったところもね、しっかりと押さえておいてほしいと思います。なかなかね、理系の方で小論文書けって言われても難しいと思います。で、これをね、入試の直前期にやり始めて間に合うのかって言われると、これもちょっとかなり微妙なところですよね。だから科目が一つ増えてるみたいな意識で取り組んでもらう方がいいんじゃないかなと私個人は思っています。はい。で、プラスして、ね、もう載せてしまいますけれども、思考力、判断力などの確認方法として二次試験を強化しているんじゃないかというのが、このね、関西圏の高校率においても如実に出てきているというのがこの表です。大阪とか神戸で、これ理系しか載せてませんけれども、二次試験のね、配点というのが大きく変更されるという学部が出てきます。
なので皆さんが受験するときには二次試験型、いや二次試験配点が大きい受験大学、学部というのが増えていくという予想の上で、しっかりとですね、二次試験に向けた対策っていうものも共通テストも当然大切ですよ。大切ですけれども、ね、二次試験、高校率を考えている方は特に二次試験の対策、私立の人は今受けようとしている学部個別、さっきの話戻りますけど、学部個別でたくさん取るかもしれないよって話してますから、学部個別の方をしっかりとね、対策してほしいなというふうに思います。はい。で、それ以外にも、まあね、私立は特にこれを使うケースが増えるかもしれませんけれども、民間の英語資格、検定試験というものをしっかりとですね、受けている方は活用した入試方式を使ってほしいなというふうに思います。で、今年の春もやっぱりね、そういう方式での、利用方式を追加した大学、学部、非常に増えていますし、これからも増えると思います。なので、ね、英語の ID 化っていうのがなくなったとはいえ、そういったものを使える入試があるんだってことはちょっと忘れずにいてほしいんですよね。なので、そういうね、スコアを持ってる人はぜひともね、自分の持ってるスコアっていうものが入試に使えるかどうかなんてこともちゃんとチェックしてほしいとは思います。で、英語の外部検定利用をした入試の、活用方法ってどんなパターンがあるんですかってよく聞かれますので、ちょっと見えにくいかもしれませんけれども、簡単に載せてます。出願資格、これは、総合型入試とかにもあるんですけれども、これね、高校率の中にもありますよ。で、ある一定の、スコアを持っていないと、そもそもその大学に出願できない、もしくはその学部に出願できないというような入試方式です。これ、出願資格というふうに言います。で、次、加点。加点は持っている検定のスコアに応じて、判定や評価に加点されるということですね。これはある大学ですけども、英検2級以上は点数化をして、個別試験の点数に加点しますよ、プラス何点というような形を取りますよっていう方式ですね。で、得点換算は、大学が求めるスコア、成績をクリアしている受験生を優遇します、みなし得点という形です。何点以上、スコアある程度取っていると、要は僕書いてますけども、共通テストをもう満点にしちゃいますよということですね。だから実際受けた試験はボロボロでも、このスコアを持っていると、共通テストの点数を満点にしてくれるみたいなね、いうことです。はい。で、判定優遇、合否参考。これは、これもたくさんあります。で、判定優遇は、例えば同じ点数で生徒が並んだ場合、合格者がね、ギリギリ、例えばあと、10人合格させなあかんというときに、そのときに、要はこういうスコアを持っている人、もしくはそのスコアが高い方を合格者としますというような、優遇措置ですね、いう形になっています。はい。それ以外にも、入ってからの、優遇措置とかもあるんですけれども、そういったものっていうのが、大体分けるとこの4パターンというふうに覚えておいてもらったら結構かなと思います。なので自分が受けようと思っている大学にこういったものがあるってなると、それをうまく活かすっていうことも一つね、考えておいてほしいかなというふうに思います。はい。で、それ以外のところです。で、これがちょっとね、皆さんがなかなかね、今手をつけられないと思いますし、学校がね、なかったりとか、クラブ活動がなかったりとかがあって、なかなか苦慮している部分じゃないかなというふうに思います。で、これが何かと申しますと、学力の3要素を総合的に測る。これは当然今までずっと話してきましたよね。その中の一つで、主体性を評価するために、志望理由書や面接を課すなどの試験のやり方を見直す大学が増えていますよというところです。で、今現状、皆さんよりも上の先輩たちの中でこういうものを取り入れている学部として比較的多いのが教育学部系であったりとか理系の特定の学部で非常に増えているという印象を持っています。一つの例としては一つ上の先輩で、兵庫教育大学とかは今まで面接試験を課していなかったんですけど、面接試験を実施しますよとか、さっきの話に続きになるんですけども、大阪大学の薬学部の2021年、要は皆さんの時から面接を導入するということです。で、面接、さっき思い出してくださいね、大阪大学の薬学部って それ以外にもなんか増えてましたよね。大阪大学の薬学部は学科試験プラス小論文プラス面接になります。むちゃむちゃ増えますね。ということです。なので、もしかしたらですよ、わかんないですけど、大阪大学の薬学部を受けるときは、共通テスト頑張り、そして学部試験頑張って、もしかしたら英語の小論文があるかもしれなくて、さらに時事問題の面接がついてくるかもしれないみたいなことが課されるかもしれないみたいなね。それだけ聞いてたらちょっと受けるの嫌ですよね。みたいなことがあったりします。これが、だから、推薦入試じゃなくて、要は通常の試験にこれが組み込まれる可能性があるっていうところが、ちょっとね、怖いところかなというふうに思っています。
で、その主体性多様性共同性の評価については、この調査書です。調査書をはじめとする提出書類、調査書だけじゃないですよ、提出書類をもとに評価されるというふうに認識しておいてください。ただし今ね、こういう状況になってますよね。だから学校になかなか行けない、定期テストがずれる、でそうすると推薦入試の出願時期もずれるとかね、いろいろあるんですけども、その中で例えば早稲田、慶応、青山学院、上智とかもあるんですけども、そういったところに関してはこれをね、提出してもらうんですけども、要は出願の時にこれ出さなかったんですよ。出さないといけないんですけども、点数化はしませんよと、でも出してねという言い方をしています。要はこの主体性、多様性、共同性に関する自分の取り組みっていうものを出願時に提出はしてもらいますよ、でも点数化はしません、でも書かないといけないですよ。つまりどういうことかっていうと、どちらかというとこれから皆さんが出願するときに、要は私立もそう、まあ、私立がメインになってくるし、まあ、関西はそこまで多くないんですけれども、ただこの出願書類のときにこのことが必要なのかどうかと、なので僕は書きます、点数化するしないよりもこれ書く労力があるのかないのかっていうところをちゃんと押さえててほしいですね。自分自身が出願しようと思っている大学には調査書以外にこういった提出書類が必要なのか必要じゃないのかっていうところはちゃんと確認しておいてください。つまり私立受けるときにね、 A という大学と B という大学がありますと、ってことは出願の期日っていうのはほとんど一緒ですよね。で、だいたい2週間ぐらい前までに出さないといけないですね。2、3週間前まで出さないといけないですよね。ってことはそれまでにこれ書いて出さないといけないですよね。出さないといけない大学は。ってことは手前にある入試の勉強っていうものがその提出の分だけ、まあ、遅れますよね。勉強してる分、勉強本当ならできる部分をその提出書類を書くという時間が発生してしまっているので、要は勉強する時間短くなりますよね。ということは国公立を受けて私立も受けるっていう人は、国公立の前に私立受ける人がほとんどですから、でそしたら私立受けてから国公立の間の勉強時間短くなるので、それよりも前に国公立の2次の勉強したいですよねっていう時に、今度はそれを提出するための書類を書く時間というのが発生しますよね。みたいな考え方をしておかないといけないよ。だから前倒して勉強は完成させていかないといけないよ。だから夏休み、今歯を食いしばって頑張らないと差をつけられるよっていうふうに覚えておいてほしいんですね。はい。一方で調査書を点数化して利用する大学っていうのも一応公表されているところがあります。例えば筑波大学とかは、まあ、全体の中で調査書、これまあ5段階評価にすることが多いので50点、要は 5×10 ですね、いうものを要は点数加算しますよっていうふうに言ってる大学もあります。もしくは徳島のように、要は共通テストと個別試験で合格者を決定一旦するんだけども、それとは別に調査書を点数化して、これ何点か書いてませんけども、点数化して、学科試験に付け加えてグイッと、要は乗り越える人が現れたらそれも合格者にしていきますよみたいなことを言っています。はい。で、金沢大学とかは総得点の 2% をこの調査書にしますというような言い方をしています。なので、まあね、調査書自体は学校が書くことなので自分たちがどうこうするわけではないんだけれども、今ある学校での学習、学校の学習を補助する勉強、そういったものをしっかりと今やっておかないと、ね、高校3年生の前期、皆さんにとっては7月の最後ですけども、7月末まで、ここの成績っていうものが、これに加味されてるよっていうところをちゃんと意識していておけば、そういう大学っていうものをチャンスとして出願する可能性が出てくるよっていうふうに覚えておいてほしいと思います。はい。で、検診官では一応ね、6月から夏期講習っていうのをやってるんですね。で、夏期講習6月から早くないかと思うんですけども、一応ね、オンデマンド配信の講座っていうものを、かなりの数ね、40講座ぐらい、やってます。なのでこれをね、早いうちから、まあ、校内生検診官にお通いの方は、まあ、これをね、まあ、すでに動画で見始めてるんだけれども、まあね、高ゼミ生とか校外生の方も、そういったことものをお申し込みいただいてお勉強することができます。先取りになるものもありますし、ね、復習になるものも当然あります。で、検診官にお越しいただけると基礎力確認テストっていうものを実施していますので、それをね、実際3科目とか受けていただいて、その場で自己採点をしながら、チェックシートを見ながらですね、学習相談をすることもできます。で、当然ですね、そのオンデマンド講座以外にも、まあ、
7月の13日から教室で夏季講習も始まりますので、そういったものも単元別講座とかがありますから、ぜひともですね、一度お電話でも結構ですので、お問い合わせいただいてですね、ご相談いただければというふうに思います。そうしましたらですね、この後は各科目の夏の取り組み学習法についてご説明の方をしていきます。